本日のゲストは作家、画家などとしてマルチに活躍する大宮エリーさんです。よこそいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。大宮さんとは一度ね飲みましたよね。はい、そうなんです。でも、あ、そうなんですか。もう その時すでにかなり酔っておられて、まあ、私もですがあんまり覚えてないそうなんです。なんか後で飲みたいですなんて言ってて、私、はい、浅場さんに、浅場克美さんになんか一軒目連れて行かれてですね、はい、結構酔った状況でそちらに合流したので、はい、その前にね、はい、朝日広告賞っていう、一番有名な広告賞の審査員をやってて、僕とか浅場さんとか大宮さん、はい、みんな広告賞の審査をやって、でその後、まあ僕は違うとこ行ったけども、はい、大宮さんを連れて浅場さんがどっか行って、はい、その後はこちらの方に合流したんだけど。2軒目ぐらいの合流だったんで、はい、かなり深い時間での、みんな出来上がった感じでの合流だったんです、ね。私は本当も広金さんに会えたから、飲みに行きたいけど、はい、浅場先生のあれも、ね、無限にはできず、あーって後ろ髪光りながら、いや、今の本当かどうか分かりません。いや、でも私のその心もだったのは、せっかく合流したのに、覚えてないっていう、あんまり。あれはね、あんまり覚えてない。ですよね。だからやっとこうやって、白ふな状況で、お目にかかれて、すごい良かったな。お酒での数々のエピソードとか、うん、ちょっと、一番最初にお会いすると緊張するとか、そういった様々なエピソードは、うん、本で私、拝見しまして、はい、なんでこうなるのっていう本が出版されてるんですか、大宮エリーさん。これ、はい、最近出ました。すごく楽しく、ね、ありがとうございます。お酒の話に特化して、あとの第3部で、そうですね、わかりました。特化した部分があるんですか。でもね、電車で特化しなくても、電車でプッて笑ったりとか、ちょっとこう悲しくなったり切なくなったり、いろんな思いを感じながらこの本楽しく読ませていただいたんですが、なんといっても大宮さん肩書きが、はい、そうですよね、すごいですよね。まず作家、はい、画家、 CM プランナー、しかも映画監督。うん、あ、それはね、ほら、みんなが言ってるだけで、うん、別に肩書きはないんですけれども、これといったものがなくて、だから先生みたいな、漫画家っていうんですか。僕はもう明確に漫画家って感じですよね。いや、明確だし、みんなから異論はないじゃないですか、漫画家。そう、そりゃそうだ。私は何々って言うと、そうですかってなっちゃうから、本当書きたくないわけですよ。何が嬉しいですか。ねえねえ、ご自身の中で一番しっくりくる。物を作ってるので、うん、作家っていうのが作る人としてはいいかなと思ってるんですけど、うんうん、作家でも何にか小説にしろ絵にしろ、とにかく作家、そう、何に作家か分かんないですから、ざっくり作家、いいんじゃないですか、作家でね、うん、と思ってるんですけど、別に肩書きがちょっと歯がゆいというか、なんかくすぐったい感じはすごいしますよね、うん、でも、まあ、画家を、まあ、絵を描かれてる時も、うん、CM プランナーされてる時も、映画を監督されてる時も、ディレクションをされてる時も、全て基本的には同じ、それともどれが一番楽しいとか、ああ同じですね、ほとんどそうです、表現するってことに関して同じなんですけど、ただそのジャンルが違うだけ、その文章ってフィールドだったり、その舞台、ライブになったら演劇になるじゃないですか、とか15秒のシナリオだったらコマーシャルになるし、あとそれが長くなってテレビになればテレビドラマになるわけだから、その媒体とか尺が違うだけで、やってることは一緒なのになって思うんですけど、いろんなことをやられてとか言うから、いろんなことっていうか、別に現場が違うだけで自分は一緒なんですよ。で、なんか目標も一緒っていうか、見てくれた人が明日なんか楽しくなったらいいなとか、うんうんうん、学校行きたくないなと思ってた子が学校行きたくなったり、うんうん、そういうようななんかポジティブな変化を、このようなものしたいなって思ってて、そのお仕事の中で一番その割合というか、一番多く咲く時間っていうのは何なんでしょうね。いやー、なんですかね、わかんないですね。講演活動もやられますよね。あ、依頼があるとやってます。自分からやるよって言ってるわけじゃないんですけど、結構基本受け身なんですよね。仕事は先生と違ってあんま好きじゃないんですよ。まあね、先生はね、びっくりしました。さっき1日14時間やって、っつって、ちょっと待ってくださいっつって、計算が合わないとか言っちゃって、いや、合いますよって、24時間の14時間引いたら10時間残るから、なんか、半分寝る、半分寝る、ご飯と。寝て、言われて、その半分、その空いてる時間の半分は睡眠で、半分が飲みですか。飲み、まあテレビとか、ね、ご飯食べたりとか、ご飯息を吸ったり吐いたりとか、いろいろね、あるじゃないですか。でも私、おかしい、じゃあ私何にもしてないなと思っちゃった。仕事はあんまり基本嫌いですか。嫌いです。あんまり言っちゃいけないから。でも全然はない。すごい、絵を描くのはどうですか。うん、好き好き好きだけど、まああれは仕事というよりも、むしろ仕事の中で一番、うん、なんか自分が解放されるものを見つけたなっていうことですね、うん、でそれも別に画家やろうと思ってやったわけじゃなくて、こう、まあ、進化のなんでこうなるのっていうの出たんですけど、はい、まさに
なんでこうなっちゃうのっていうシーンに出くわして、うんうん、たまたまなんか絵を描ける人いませんかみたいな感じで、うんうん、私描けないから黙ってたんだけど、ちょっと絵を描ける人いないんで、うん、お皆さん描いてくださいってなっちゃったんですよ。絵、うんうん、っつって私がっつって絵はどうだったんですか？子供の頃から得意だったんですか？いやー、でもお母が言うには、うん、あのお母さんの絵っていうコンクールがあって、はいはい、で出したらなんか銅賞になったらしく、ただなんか口が紫で鼻が緑だったらしく、お母さんの絵が、ね、で母は泣いたらしいですよ。号泣みたいな、マティスみたいな、なんでこんなお母ん鼻緑ちゃうわーって思ったって言ってましたけど、いやいや、ねうち後だから後と思ったけど、でも表現する作品ってじっくり時間をかけるものと、はい、パッと書いてっつってパーって書くもの、短いものとあるじゃないですか、うんうん、制作、それどちらが向いてるとこあるんですか？あ、パッとですね。パッとだけど、はい、そうみんなの質問ね、絵ってどのぐらいで書くんですかって言うんですけど、うんうん、まあ、正解は20分ぐらいなんですけど、早いな。至るまでの時間もあったりするか。そうです、そういい質問です。どういう20分って言ったけど、はい、でもその前に考えてるんだよと、うん、私なんかあのハワイ島に行ったエネルギーで描いた絵があるんですけど、うんうん、それエネルギーもらってるから描けるんですよ。バーってこう火山見てるから、うん、そうするとすごい飛行機がかかってる、うん、そこまで量ね旅行の時間も、ね、2ヶ月かかって、2ヶ月なるほど、2ヶ月かかって最後って書くのが20分だっただけで、でもやっぱりその発想は自然の島、自然を見た時の方がよりやっぱりこう受けるんですか？あるの、あるので、私なんかね、うん、こう計画性がないんですよ。たまたま、うん、あそこに美術展が入ってたってだけで、うん、美術展どうしよう、なんか愛の絵描いてほしいって、困ったな、描けないよそんなのって思ってたんですよ、うんうん、たまたまハワイ島に行く用事ができて、うんうん、ハワイ島に行って、そしたらなんかヒッピーのうちに泊まることになったんですよ、うんうん、で普通はない経験ですよ。そう、朝何食べたいって言われて、うん、何食べるんですかって言ったら、朝はパパイヤになりますって言われて、うん、パパイヤみたいな、何個食べたいですか、何個システムなんだって、2個くださいって言って2個食べて、昼はアボカドになりますって言われて、それだけアボカド何個食べて、何個システムだ、2個くださいって言って、それ1週間続けたらすっごい体がどんどん浄化されてって、要はローフードのヒッピーだったんですよ。ローフードしか食べないっていう、だから木の実しか食べさせてもらえない果実と。でもそれがエネルギーになったんですか、それ絵を描く元気になってきて、それなんかそのヒッピーの中の酋長さんみたいな人に連れてかれたの、うんうん、あえって、うん、じゃその酋長さんが、あなたは女神ペレに呼ばれてここに来たんだって、うん、ペレで火の神様ですよ。そうそう、私は知らなくペレっつって、ペレに会ってこい、挨拶に行きなさいっつって、行かないとどうなるんですか、うん、ちょっと呪われるって言われて、ちょっと大変みたいな、挨拶に絶対来たい、どこにペレは住んでるのって言ったら、火山そのものじゃって言われて、要は火がね、あ、火山マグマがボコボコ出るでしょ、その中でボーンって出て海に落ちるポイントがあるんですって、はあはあ、それを自分で探し当てて、うん、そこに花を投げ入れろって言われて、はあ、そんなねゲームみたいな話があるんだと思ってなんでこうなっちゃうのみたいな感じじゃないですか。ただハワイ島に遊びに来たのに、でもう結局死に物狂いで夜中、星の光だけを頼りに、そのラバーウォークっていうか、もうポコポコあのマグマ出てるところを避けながら歩くんですよ。怖い、めっちゃ暑いわけ。それは足滑らしたらやばいことになる。いや、やばいですし、あの、よく氷の上に、あ、氷、湖に氷張ってるでしょ、で薄い氷のとこピッてやると冷たい液がで、液ってか出ますよね。それの、あの、マグマバージョン。パリッサでジュッて言って、あ、今、スニーカー溶けたな、みたいな感じの。そういうの、や、2時間半かな。黒ひげ危機一発みたいな。やばいでしょ。怖いです。もうずっと本当に、あの、すごい、あの、罵詈雑言を言いながら歩き続け、なんでこんなの、もう、まあ、で、ちゃんとそのポイントは見つかったんですか？見つかったんですよ。見つかって、したらブワーって火山が吹き出て、海に落ちるとそこ蒸気が上がって、上がって、で、そこが陸になるんですよ。だから陸ができていく瞬間を見たわけ、そうですよね、少しずつ陸になりますもんね。そしたらその一緒に行ってくれたヒッピーの人がわーって歌を歌い始めて、で歌歌ってるなと思ったら「NOW!」って言われたから「今!」と思ったら、あの花をわー投げれて OK! みたいな感じでそういう事なきを得たんですけど、その時見たマグマの色が、うん、もうなんかね、赤がね、愛の色に見えたわけ。なるほど。うわ、これは地球の愛だ、宇宙の愛だと思って、自分は愛されてるんだと思って、こう涙がビヤーって出たの。そうなんだ。そう。それで、それ終わって次の日、
東京帰って、うん、それでは美術展で愛の絵を描いてくれないって言われた時に、あ、そう、もうそれ描くしかないですね。見てきた見てきたと思って、あの、男女じゃなくてもいいですかって言ったら、もう全然いいって言って、赤いバーっていうこう、エネルギーが出てる矢印の絵を描いたんですけれども、そうそう。それで、でもその話をしてないのに、見に来たお客さんが、なんか熱いの感じるって言うわけ。おー、そうだよ。当たってますね。そう。だから言葉にならないものが伝わるんですよ、絵って。それが面白いなと思って。そんな経験、普通の方は、まずそのヒッピーの上に止まらないと止まらないし、でも本当になんでそうなるのみたいなエピソードが、あ、そうそう、あの、この本にたくさん、沖縄の久高島のエピソードも載ってますけども、はい、うん、そうですよね、ここにあのスピリチュアルなこととかっていう、こういう、うん、先ほどもそうだったんですけども、はい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 、そういうのは占いとかそういうのお好きなんですか？占いも好きですけど、なんかね、わかんないですけど、そういうこと巻き込まれるんですよ、はあはあ、久高島はたまたま世界不思議学園という番組出た時に、うん、パーフェクト取ったんですよ、あの全部答えが全正解ね。それで、はい、全部正解です、エリーさんどうしますかって言われて、うん、じゃあ久高島行ったことないけど行ってみますって言ったから、はいはい、行ったしと思って、うん、本当に実際に行ってみたんです、でやっぱたたりとか嫌だから、そのあらかじめ紹介してもらったその島の人、島の女の子がなんかあのお酒が好きな人だったみたいで、神様のポイントとかいいから居酒屋行こうって言われちゃっていやいや私神様のポイント行きたいんだけどって言ったんだけど、まあ、とりあえず悪いかなと思って居酒屋に行って、そしたらなんかどんどんこう島中の人呼び出しちゃって、その子が、トイレに行って帰ってくるために人が増えてるわけ、で結局最後島中の人がその居酒屋にいて一軒しかないから、みんな大宮さんが来たってことで、まあ、私っていうよりもほら、はい、あのあれです、東京から変な人が来たみたいな感じのノリ面白いからほとんど見せ物状態になりました。そうそう、見に来て、それでもうみんなで泡盛飲んで、はい、亀ごと全部なくなっちゃって、さすがに私のために集まったのに割り勘というわけにもいかず、じゃあもう私が払います、いくらですかって言ってドキドキしてたら2万円ですって、安いなと思ったけど、まあまあそれで払って、で島中の人にこうさ見送られて帰るわけ、船でバーって、もうなんか泣きそうになっちゃって、まあ船で手振られると大体泣きますよね、泣きますよね、それまた来るからねって、そしたら本当に毎月電話ってくる、また来るって言ったらいつ来るんだってえ、なんとなく行っただけじゃんと思ったんだけど、おばあもね飲みたがってるよって言うから今月は行けませんっつって、次の月に今月はどうですか、今月も行けませんっつって言ってたら、だんだんなんか悪いなと思ってきちゃって、それで私から今度電話したんですよ、明日に収録なくなったから明日行けけどっつったら黙られちゃって、あ、島的にもちょっと急でしたかって言ったら、いやそうじゃなくて、明日は島の人しか知らない大事な神事がある、はあ、やっぱそういうとこなんですね、すごい秘密の神事があるんだ、だって岡本太郎さんが出禁になってる島ですよ、 あそうなんだね、うん、出禁、そうそう、結構通ってたらしいです、でそういうで、じゃあいいよいいよ明日神事だったら悪いからって言ったら、うん、いやむしろ来てって言われて、その日を言うってことはなんか神様に呼ばれてんだって、また呼ばれちゃったわけだし、ま、呼ばれてない呼ばれてないって言ったんだけど、偶然会いたんだっていうことは神様が開けてくれたんだ、開けてくれて絶対呼ばれてるから来て、うん、で行って島の人しか知らない神事、島の人がいないの私だけポツンといるわけ、それでそこ神事参列しまして、で夜宴会になって、そう、 お餅がお供えしてあったやつがあって、じっと見てたの、なんか可愛いお餅だなと思ったら、おばあが食べるって言うから、え、これ神様のお餅じゃないのって、もう終わったし大丈夫とか言って言うから、食べな食べなっていうか、ちょっと食べたんですよ、意外と美味しくて、これうまいなと思って5、6個食べちゃったの、そしたらカーって高熱が出たんですよ、なんか薬物が入ってたんじゃないですかいやいや食中毒かなと思ったけど、餅でそんなならないし、あれと思って、それでおばあになんか熱が出てきたから、なんかバファリンありますかって言ったら、あ、それ神様の熱だから下げない方がいいって言うんですよ、いやいや、おばあそんな医者もやってるおかしいおかしいと思って、あ、もうおばあダメだと思って、あの若い友達に、いやすみません、あの薬あります、熱が出ちゃって、あ、それ神様の熱だからみんな言うんだ、みんな全員言うんですよ、おじさんとかもみんな、あ、神様の熱だって、下げちゃダメだって。神様ってどんな神様なんですか？久高島って日本に神様が最初に降り立ったポイントって言われてるんですよ。でそこの久高島の先端にカベールってとこがあって、そこに降り立ってからいろんな場所に行ったっていうふうに、ね、日本でも沖ノ島とかね、あの辺も神が住むとか言いますけどね、いろいろ。その沖縄に、うん、歌姫っていうポイントがあるの知ってます、はい、セーファー歌姫と何箇所もあるんですよ、拝みのポイント、でその拝みのポイントって全ての共通点があるんですよ、それは全部久高島が見えるんです。へ、なるほど、そうか、みんなそっちの見ながらその神事みたいなことをするわけですね、つまりその沖縄で久高島に行くっていうと、みんながえってなるんですよ、
ちょっとそういう島な。神々の島だから、普通に普段パッと行けない。行かないの。行かない。ちょっと。住んでる人は普通の人なんですか？普通の人、全然普通の人なんだけど。うん、神様に守られてるから。全然、普通にもずく取ってんだ、みたいな感じの人ですけど、なんか普通の人なんだけど、やっぱり神様と一緒に生きてきたっていうのはあるかもしれないね。今もうすでにちょうど時間来ましたけど。本当だ、ええ、これだけずっと聞く質問がずらっとあって2つぐらいで終わりました。楽しいこれ。じゃあ後ほど後半戦で伺います。などとしてマルチに活躍する大宮エリーさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。往復絶踏ですけど、ね、いやすみません。大宮さんは幼い頃、はい、いろいろ習い事をされていて、うん、水泳、トランポリン、ソロバン、バイオリンと。ああ、そういえばやってました ね。なんか聞くとめちゃめちゃお嬢様っていう感じますよね。いや全然そんなことないけど。まあ水泳とかソロバンっていうのはまあやりますけどね、はい、トランポリンとバイオリンってなかなか。あ、トランポリン大阪にいた時にセルシーっていう体操教室が近かったんですよ。それでね、それで私は新体操みたいなリボンみたいなやつやりたかったの、で友達もやりたいっつって一緒に友達と行ったら、リボンはあと1人しか入れないって言われて、もう講座的に、あとトランポリンになるって言われて、でその頃が強かったから、私やるって言うから、私はいいよトランポリンでってなって譲って、私はでもああいう、わかります、新体操やりたかったのに、トランポリンずっとジャージでやるんですよ、新体操やっぱりレオタードきますよ ね。トランポリンってレオタードも必要ないんです。ジャージなんで、全然ジャージなんで。女性的に憧れますもんね、リボンっていう。なんか一回こう綺麗じゃないですか、スル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 ないですから。なのにジャージでビョーンビョーンって飛んでると、あれはねきつかったよ。やらないっていう選択肢はなかったんですか？何ももうやらないっていう選択肢は。でも結構言えない子で、その強い友達がやるよっていう、はい、でも私はリボンやるから、あなたはリボンできないんだから、トランポリンって言われてトランポリンになったんですけど、それトランポリンの場所がガラス張りなんですよ、で下の新体操コーナーが見えるわけ、それをみんな見ながら、いいなーってポワンポワン、いいなーポワンポワンって飛んでたから、なんですか、卑屈な気持ちになりましたよね。いや、なんかこうやってお話しして、大宮さんって実はすごく社交的だし、いろんなお友達もいらっしゃってって思ったら、意外と人見知りとかそういうのも、この本見たらわかりますよね。あ、そうなんだ。人見知りだけど、人見知りなんて書いてましたっけ？ちょっと子供の頃いじめ書いてありましたっけ？書いてありました。あったことがあるとか、やっぱりいじめられるタイプではあったんですか？うん、いじめられっ子でしたね。なんかなんだろう、まず言葉が大阪弁だったのがあって、それでなんかそれ拾ってとか言うと、拾ってってわかんないとか、なんかカニ食われたとか言ったら、買って食べないからみたいな、買って刺すんだよ、刺される、そうですね、とか、カニ食われたとか言いますよ、そう、あとククが言えなくて、なんか6、私未だにちょっとできないから6636かな、66が言えなくて、だからねちょっとね訛ってしまうんですよ、数字は。それでみんなでいじめられたり、それは東京に来られて、その大阪弁では変だっていうんでいじめられた、いじめられた、まあそれだけじゃないと思うけど、結構なんていうのかな、標的を見つけてみんなこういじめんだよね、そうですね、それである日行ったらみんなに無視されて、友達まで、ごめん、私も無視しないと私が今度やられちゃうからって言われて、確かにと思って、いいよいいよって言ったけど、そうなんだよ。そんな感じで。でもそのバイオリンとか弾いてたら、バイオリン弾いてると、何よって言われないですか？バイオリンはみんなの前では弾いたことはなかったんだけど、バイオリン別にお稽古というよりは、私ちっちゃい頃に欲しいものがなかったの。まあ今もそうなんだけど、なんかあんま興味がないんですよね、何事にも。でも、お母さんとかはなんか買ってあげたよね。これ、ぬいぐるみどう？これおもちゃどう？いらへん。いらへん。つまらん子やなって言われてたの。そしたら商店街歩いてた時に、あ、おかんこれ欲しいって言ったのがあったのって。何？って言ったらバイオリンだったの。へぇ、割とね、ピアノって習い事でよくみんなやりますよね。ピアノ高いから。あ、そういう理由で。ピアノ高いよ、あれ。まあ、確かに。ちっちゃいくせに大きいじゃない。まあ確かに、ね。あれだって、60万ぐらいするよ、多分。そうですね、アップライトでもするんですよ。するでしょ？バイオリン安いから。安いやつある、1万円ぐらい、1万、そんなやつあるんですか？下手すると6000円ぐらい売ってますよ。そうなんですか、はい、ちっちゃい時はね、高いやつは多くスタデバリアスで、大人になってからじゃない、ちっちゃい頃買うにはちっちゃいやつだから安いんですよ、それで買ってくれて、あんたこれ何するもんか知ってんのって言われたんだけど、分からへんっつって、だから楽器って分かんないでこれが欲しいって言った、運命でしょ、そうですね、で、こう弾いてて、習うことになった。そう、習ってて、で、物心ついた時に、お母さん、私なんでこれやってんのって言ったらしいの。
そのおかんとか、うん、そのお母さんのしゃべり口を聞くと特にお嬢様っていう感じでもないですよ、ね、全然あれです。バイオリンやってるって友達言うと、えバイオリン作ってるんだって言われるもん。いや作ってないよ、ギコギコやってないわ、弾いとるなわ。あのご両親はどんな方なんですか？うちの父はもう亡くなっちゃったんですけど、おかんは、おかんはね、どんな方、なんかね不思議な人ですね。あの電話して、そう、あのスノボに今度ね仕事の人と行くことになったから、あのスキーウェアそっちにあったでしょっつって、うんうん、それちょっとこっち戻してくれって言ったら、うん、戻されへんっていうからさ、うん、なんでって言ったら今着てるっていうわけ。ちょっと待って意味が分かんないとか言ったら、え部屋で着てんの、そうっつって、えなんでなんでとか言ったら、なんかあの暖房代がもったいないから、あんたのスキーウェア着てるっていうか、いやもう勘弁してお金払ってるし、どうしてそういうことするのっつって、とりあえずそれ返してって言ったら、うん、それもできへんっていうか、どうして言ったら、あの手首が苦しいから切ってしまったっつって、おいみたいな、だから多分雪が入ると思うって言われて、ひどいな、そういう人。なんかもういちいちイライラするっていうか、なんか勝手なことするんですよ。もう大宮さんのところで東京大学卒ですよね。あ、そうですそうです、はい、子供の頃から勉強っていうのは得意だったんですか？いやいや、子供の頃は本当にできなくて、いつも居残りみたいになってましたね、あのまずね、通分ができなかったの。分数の2分の1足す3分の1は5分の2って書いてた。そうそうそう、あれそのまたしちゃうみたいな。そう、あれがよく感覚的に分かんない。例えば5分の3引く4分の1とか、うん、えどういう意味ってなるじゃない。まず分母を揃えなきゃいけないですよね。そう、その分母を揃えるってのは今分かんないと思っちゃった。大丈夫ですか？どうしよう、なんだっけそれって思っちゃった。そう、あの分母を揃えるっていうのが理解ができない、なんで揃えなきゃいけないっていう人 で、はい、でまずだから感覚的に理解するのにケーキを変えてたの。なるほど、ね、まずケーキを変えて5分、はい、5等分の3パン粉、これだ、はい、で次4等分のケーキ変えて、残り1個、文字系じゃなくてビジュアル系なんですね。 それをこう重ねる、やっぱり絵なんですね。それでやってたから1個1個ケーキを描かないと解けないわけよ、問題が。すごい全然正解っていうか、あのやめった時に2個ぐらいしか解けない。ケーキいっぱい描いたのはそういう子だった。そんなお子さんがいつからその、まあ、東京大学入ったらめちゃくちゃ勉強できないから入れないですから。しかも薬学部ですよね。そうそうそう、私はなんかね、あの理系に行きたかったんです、数学できないくせに。で進路指導で、なんでどうしてですか？数学できないのになんで理系ですか？あのね、あのやりたいことができたんですよね、うん、中学の時に NHK のドキュメンタリーみたいなのたまたま見せられて、うん、あの砂漠に木を植えてる人がいたの、はいはい、で植えてるのにどんどん枯れちゃうわけ、うん、かわいそうと思って、うん、で砂漠がどんどん広がっていく、大変だみたいなビデオだったの、うん、私すごい単純だから、うん、私もこれに協力したいと思って、うん、植物が好きだったんで、うん、砂漠でもこう元気みたいな植物を作ってあげようと思って、うん、そしたらバイオだから、はいはい、理系でしょ、うん、それでもう勢いよとこう、うん、理系って丸して出しといて、じゃ進路相談の時に、あの面談あるでしょ、その時に、うんうん、お前間違えてんの、理系に丸してたから直しといてやぞって消しといたからって消すなよと思って、私間違えてないです理系ですって言ったら、いや勘違いそう、お前だって科学もあの通学も全然ほぼ0点じゃないいつも、うん、まあそうですけど、その絶対無理だよって、うん、先生は私は地球を救おうと思ってるのに、うん、そういう地球を救おうという人間をその点数で判断していいんですか、うん、なんか正論のような気がしますね。先生はね、うーん、そう言われると困ったなみたいな、でも受かんないよって言われて、数学は0点でも受かる、うん、理系の大学はないんですかって言ったら、うんうんうん、先生が一個だけあるって、うん、マジっすか、どこですかって、東大って言われたんです。え、そうなんですか？まあ、こんなこと言ったら東大生で怒っちゃうけど、そんなことないとか言うけど、あのね、難しすぎんだよね。あの、全部が。東大のテストが。それで、私は、あの、さっきも通分のことも言いましたけど、うん、中高になってもどんくさかったんですよ。だから、パパパパ解けないの。でもまず、私立は無理だ。早稲田慶応絶対無理。時間内に終わんないから、で、東大の試験って2時間半あるんですよ。ああ、そうなんですか。算数だけでですよ、数学だけで2時間半、もうみんな長すぎて寝てるっていうさ、できるやつは寝てますよね、正解したやつはね。まあでもね、全部解けない、多分解けない、難しすぎて。説問数は少ないんですか？6問しかないです。あ、で6問2時間半で、だけど難しいから時間ないわけ、はいはい、じゃあそんなにこうそこで差はつかないわけですね。そういうことだ、さすが先生。あ、なるほどね。できる人とできない人差があんまつかない。でその前にセンター試験とかいろんなこう考え、まあ、あるんだけどね、飛び越えて、だけどそれで国語は割とみんなできない人が多いから、はい、私国語と英語ができた。そこで取っちゃった。で4割取れれば受かるんですよ、東大って。
あ、そうなんですか。そうなんです、4割。速報が5日ぐらいなんで。受験生の皆さん聞きましたか数学できなくて、国語英語4割取れれば東大に入れると。先生、全体、トータルで4割よ。あ、トータルで、ね。だから、国語英語バンとできて、はい、だから村があっていいってことですよ。村があっていいってことです、ね。東大はね。大地、薬学部行かれたのも、はい、2年に入ったから農学部か薬学部か、そう選択肢が決まってるじゃないですか。うん、だから薬学部が面白いっていう形。あ、違います、全然。薬がやりたかった。私は違うの、全然違うの。私はほら、地球を救いたかったから、本当はバイオをやりたかったんですよ。はい、はい、植物園学科に行かなくちゃいけなかったんだけど、うん、父が倒れちゃったんですよ。なんか薬の飲み合わせが悪く、喘息なのに風邪薬飲んでヒューヒュー言ってた。で、背中さす大丈夫かつって、もう救急車呼んだからなつって、その時私何にもできなかったの、うん、背中をさすしか、うん、何が地球救うだと思って、うん、お父さんも救えないのに人間人間と思って、それで薬学部に変更したんですよ。でも薬学部に行って、まあ本来ならその どっかの会社の研究所に入るとか、はいはい、そういう形になりますよね、はい、それをさ、ね、しないで広告代理店に入られましたね。なぜかというと、私が最初の挫折を味わったのは薬学部だったんですよ、もうちんぷんかんぷん。いや、受験、さっき言いましたよね。科学苦手だった。科学苦手で入ってるから、もう一番いるもんですね、そう。だから、ああやってね、ずるし、ずるしてって入っちゃダメね。だって、後で苦労するのもう分かんない。才能がないわけだから、科学とか数学の。だからもうね、全然分かんないわけ。授業が。そう。で、東大って1年だけは、総合科目って何取ってもいいんですよ。だから演劇論とか、国語っぽいの取ってたの。まあ、教養の時はね。そう。だから教養だから、だんだんそれで1年は大丈夫じゃん。はい、専門家で薬学部入った途端、もう、もろ専門だから、全然か分かんないなとかさ、なるわけ、アセトンアルデヒドみたいな感じになっちゃって、それであと実験が動物に注射するんですよ、うん、当然、うん、そんなの受験で習ってないから、うん、私注射とかそもそもできなかったと思って、うんうん、かわいそうだよ動物が、うんうん、それで全部やんなかったの、うんうん、友達がやってくれるっていうから、それをただ見てたって、かわいそうって思いながら見てて。でもじゃあその薬学関係はやめたと。やめましたね。その友達とかが、その、ずっと、そのラットにね、名前最初つけるわけ。うんうん、なんかトムとか言って。ね、可愛がって、いや、可愛い可愛いってやって。それで、用意スタートって言ったら、それにトムにブズーってやるわけですよ。まあ、トムにブズーってやってるじゃんと思って。あとで実験して、ね、場合によっては殺さなきゃいけないかもしれないですからね。そう。それで傷ついて、うん、もう私これやめようと思って。で、就職活動したんですよ。うん、それも33社落ちちゃって。うん、もう忘れない。なんかあれ、受験より、もう受験生の皆さん、受験なんて簡単ですよ。傷つかない。会社が入るの大変だ。会社入るのなんてね、自己 PR して落ちるんだから。自分否定じゃない。だって受験ってさ、テスト できなかったから落ちるだけじゃん。傷つかないよね。また頑張ればいいわけだから。基準が明確ですよね、点数という。でも人格否定されるんですよ。自分はこういう人間ですって、はい、うちいりませんって言われるわけじゃん。うんうん、それ33が続いたらやっぱ鬱になりますよね。そうなるでしょうね。私は社会に適合しないんだと思ってさ。で、その時の、就職先はどの辺を受けてらっしゃったんですか？もう見るもの全て受けましたね。あ、そこパッてガス引いて、ガス、東京ガス受けようとか、あとなんだろう、飛行機飛んで、よし、じゃあ歩いこうとかさ、うん。結構一流企業受けてるね。いろいろ受けましたよ。はい。名前言えないけど、この広告誰でもめちゃくちゃ一流ですよね。そうですね。あ、そうなんですか。はい、いや、でも、結局ね。で、最終的に受かったのは広告代理店だった。あ、でも広告代理店は、むしろ変わった人の方を入れるとか、そういう採用の仕方あるんじゃないですか。出版社もね、割とそうで、出版社とか800倍とか1000倍とかは倍率があるんですよ。で、どんな賢いやつが入ってくるかなと思って、僕の担当について、お前が1000分の1かよとか思うようなやつがいっぱい入ってますからね。就職試験ってちょっと違いますね。そうですね。あとなんかね、やっぱテクニックがいるんですよね。だから33社受けてるうちに、あ、自分が楽しいことを喋っちゃいけないんだと思ったわけ。あ、なるほど。なんかね、面接官を楽しませてたので、いつも爆笑で終わるんだけど落ちるみたいな感じで。多分出版社は受かると思います。本当？やっぱ企業がこの人材欲しいって思うような、うん、ことを話してあげないとダメなんだなって分かってから受かるようになりましたね。あ、自動車メーカーもね、最後受かったの。あ、そうですか。それがめちゃくちゃ一流の自動車メーカー。でも広告代理店は今から見るとすごくぴったりな。あ、そう、今から見ると。でもその時は本当にやっぱり自分に導かれてますよね。本当は自動車メーカー行きたかった。うん、で、最後最後はそこ行こうとしてたんだけど、なんかね、あ、違うなって思う出来事があって、うん、それでパッと広告にしたんだよね。あ、そう、運命の分かれ道。導かれてるんですね。実はゲストに作家、画家などとしてマルチに活躍する大宮エリーさんをお迎えしています。先ほどね、はい、お酒の話をしましたけど、ね、いよいよ最後のコーナーはお酒の話を。お酒の話、なんでこうなるのをね、読ませていただいて、はい、もう
たくさん面白いところがあったんですけど、一箇所お酒を飲むとカレーをすぐ作るっていう、それ記憶のない中で作ってるんですよ。あ、しかもみじん切りから始まって、飲みすぎて記憶がなくて、で朝起きるとカレーができてるわけですよね。朝起きるとなんかまず胃もたれしてるんですよ。でなんかカレー臭がするから、あの加える年じゃなくて、あのカリの方ね。カリの方ね。あれと思って、それでなんか起きて台所の方行くと、鍋にたくさんのカレーが作ってあるんですよ。誰が作ったんだろうって思って、私一人暮らしなんで、でも私しかいないよね。まさか私がつって、結局それを食べてるわけですよ。で、多分酔っ払って帰ってくると、自分の中でこう、ウコンを摂取しなくちゃいけないと思うわけ。ターメリック。なるほど、それでカレーか。そうなんですよ。そういうところがあって、昔は。記憶がない。そう、昔はね、居酒屋で、カレーとかメニューないのに、カレー作れ作れっつって、隠れカレーを作ってますよ。それ散々やっぱね、そういうこと悪いことしちゃいけないってことで、自分家で作るようになっちゃって、はい、家帰ってきてまずこう玉ねぎみじん切りして、はい、で生姜をすりおろして、でこう炒めてからやってるわけ。それを酔っ払って泥酔してる中でやっちゃう。やるんですよ。危ないですよね。危ないですよ。火も使ってるし包丁も使ってるし。火ついたりして鍋なんかそういうことないですか？そう、あ、でもあれですね。朝起きて丸焦げだったことありましたね。やばい。ありますけど、酔うとね、でも、あんまりなかった。昔は ひどかったですね。酔っ払って記憶がなくなって。今酔うと、うん、携帯で相手にめちゃくちゃのわけのわかんないことを送ったりとかしません？あ、昔してました。それも本当になくなりました。私時々来るんですけども、この人は酔ってもらって、もう日本語じゃない形で言ってると。なんだろうこれ。私送信済みでありますよ。なんか。点がいっぱいとか、一応文字書いてるの、一生懸命。一生懸命ごめんなさいって一応書いてるの、なんか。それも点々点。点々点、ごめんなさいって書こうとしたんだ。お詫びをしたかった。いまだにたまにあります。あ、そうありますよね。大宮さん、今でもカレーは作られてる？最近は、うん。最近やめましたね。あ、最近やめて、うん、だから結構ちゃんとしてるようになった。前はそのメールもしてたけど、あとなんか、前はひどかったですね。40過ぎてからやめました、そういうの。その前は、なんかみんなの前で、Mac、エア Mac あるじゃないですか、パソコン。パソコンの。で、あそこの白い Apple の Mac あるじゃないですか、ええ。それをご飯だと思ってカレーをかけちゃったりしたんです。どうしたのってみんな拭いてくれて、どうしたのって言ったら、あ、ご飯かと思ったって言ったらしくて、ちょっとやばいなみたいな。ちなみに40過ぎてやめようと思ってやめられるものでもなかったりするんですけど、どうやってやめたんですか？あのね、水をいっぱい飲む。ああ、チェイサーいっぱい飲むっていう。だからそこまで泥酔しないようにするってことですね。そうですね。あとね、やっぱ、歳を取りましたね。眠くなっちゃう。飲めなくなってね。前は結構飲めてたんで、だからなんか、いろんなエピソードっていうか、逸話っていうのは、私は信じられないけど、なんか、朝起きて、あ、電話で起こされて、あ、生きてた、だったらよかったって言われて、安否確認でしたって言ったら、どういうこと？って言ったら、なんか昨日エリちゃん知らないと思うけど来たんだよ、レストランって言うか、っつって。それで、ちょっと自分忙しくて構ってあげられなかったら、ふっと見たらいなかったから、要は無線移植ですよね。それで、川沿いを全部、探してくれたんだって、落ちてたらいけないと思う。それいなかったから、もう絶対家帰ったと思って、落ち着けて見せ続けたから、今、ちょっと電話したんだっつって、じゃあパソコンとか何のコートとかは全部あるよって言うから、すいません、昨日大丈夫でしたとか言ったら、いやちょっと面白かったって言うから、何かありましたって言ったら、なんか酔って全員、カウンターの人に全員、話しかけて、ねえねえつって、浅く腰掛けろって言うんだって。浅く？浅く、椅子を浅く腰掛けろって。で、つって浅く腰掛けるじゃん、その人は。そしたらちょっと空間できますよね。そこに乗り込むんですよ。ガッつって。後ろに。後ろに。ちょっと失礼します。ハイボレーみたいな。そう。ちょっと失礼します。で、二人乗りして、二ケツっていうんですか。で、ブンブンブンとか言って。バイクみたいに、ね。バイクみたいにして、ブンブンって。はい、二ケツ飲みってやるんだって。あ、それを全員とやったらしくて。みんなびっくりしたでしょうね。みんなびっくりした。私もびっくりしましたよ。それは、もう一回聞きます。私ですか。はい、大宮エリーさんです。最悪って言ったら、でもエリーは偉くて、なんか一人ちょっとね、変なおじさんがいたんだって。で、みんなちょっと、こう、距離を置いてるみたいな人がいたらしいのよ。そしたら、その人にはみんなしないだろうなと思ったし、そのおじさんもどうせ俺にはしないんだろうと思ってたら、エリーが来て、ちょっとうぐってなったんだけど、
うん、あ、サッコ仕掛けろって言った時が、みんながうおーってなって、そこも行くんだってなって、その人とも二血してたよって言って、平等、酔っても平等だなって言われて。でも愛されキャラですよね。いやーどうですか、恥ずかしいからもう卒業しましたよ、本当に。いやもうでもたくさんのね、お知り合いの方に、もう普通の方も著名人の方とかいろんな方いらっしゃいますでしょって、そういう人に愛される秘訣も。いやいやいや、愛されてないよ。野良猫みたいな感じなんじゃないですか。そんなに面白いですよ、こういう人がいたら、ね、だから誘いたくなりますよね。そうですよね、大宮誘ってみようと、あいつ面白いよと面白いことするぞみたいな。いやいやいや、もう最近は全然あれなんですけど、まあでもほらね、野良猫だからとりあえずみんなが餌くれるみたいな感じじゃない。にゃーっつってそしてどっか行くみたいな、うん。のゲストは作家、画家などとしてマルチに活躍する大宮エリーさんです。あっという間に時間が経ちましたね。本当ですね、面白くて。ここで今飲み屋の話ずっとやってたからね。そうですね。今年2018年なんですけども、はい、何かしてみたいこととか挑戦してみたいこととかありますか。はい、いや特にないんですけど、まあ、家を綺麗にきちっとしたいっていう。なるほど、はいはい、ちょっといろいろ問題点があって、ここはしたいなっていうのができてないから、それをビシッとするっていうのと、あと、ホームページを全然リニューアルするって言って1年間しなかったんで、それちゃんとする。うん、そんだけかな。あんまりないですね。あんまりないですね。つまり片付けるということで。そうですね。DIY が好きでいらっしゃるんですね。あ、DIY 好きですね。好きなんですね。はい、棚作ったり。そうそう、そういう人はモテないらしいですけどね。あ、そうなんですか。うん、なんかね、思いモテないとか言うのがいいんだって。荷物持てない。分かるような気がする。そう、持てんじゃん。ガン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 で作る人だと男前だから。自分一人でバンバンやっちゃうと、別に俺いなくてもこいつ何でもやれるな、みたいな感じがして。逆になんか女性的な人が。できないとかね、これできないからお願いとかやったらしょうがねえな、とか。やっぱそういうもんですよね。そうらしいですよ。やっぱ。男性そうなんですかね。私知らなかったんですね。女性が強くて男性がそうじゃないっていうカップルもいますから、いろいろ。そうか。私でも棚作りが楽しくなっちゃって、棚ができるために友達呼んで、見てこれ。棚できた。棚できたって。呼ばれてもね、なんで俺棚見せられるんだろう。そうそう。すごいねって言われて終わってたけど、ああ、やっぱダメだったんだろう。いやーもうでも本当に楽しいお話をたくさん聞かせていただきましたけれども、もう、はい、大宮さんの著書を読んでいただくと、もう読みながらたくさん笑えると思います。はい、ぜひ多くの方に。サンデー毎日にずっと連載されていたやつをまとめた、ね。そうなんです。はい。はい。3冊目になるんですけど、はい、タイトルを新しくしてくれって言われて、なんとか生きてますって連載なんですけど、それを、まあ、ちょっと大幅に書き直して、なんでこうなるのという、はい、新刊になりました。毎日新聞出版から発売されています。はい、ぜひ。はい、多くの方に読んでいただきたいと思います。お願いします。はい、というわけであっという間でしたが、本日は大宮エリさんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。